んにちは。福岡県の皆様、とても久しぶりです。いつでしたっけ、コロナの直前ですね、NHK のヒストリア番組で皆様とお会いした以降ですね、初めてです。今日、特に日本の古代の沖ノ島祭祀石と、百済の竹馬と祭祀遺跡について、ご説明させていただきます。内容としては、まず私が準備した写真を皆様に1枚ずつお見せしながら、古代、日本と百済の関係、また沖ノ島祭祀と百済の竹馬と祭祀との関係について説明させていただきます。この写真を見てください。皆さん、ここですね、ここが福岡ですよ。福岡で、これは壱岐、対馬。で、沖ノ島はここですね。この矢印があるとこ、ここが沖ノ島ですよ。沖ノ島で、今日、百済の祭祀遺跡、海岸祭祀遺跡はここ。竹馬と祭祀遺跡、ここですね。だから、この、地図でご覧になりますけど、この二つの遺跡、この沖ノ島遺跡と、この竹馬と祭祀遺跡の特徴というのは、古代の海上ルート。日本の和国の船が百済に行く場合に、ここからまず、対馬経由で、ここ、釜山近海まで行きます。その後に、この韓国の南海岸に沿って北上するんですね。北上して、で、この辺り。ここが有名な白村港、金湖ですね、現在の。百済の首都です。昆虫、ぷよ、甲州、ぷよがあるところです。ここから、釜山、近海経由で、百済に行くために、行く海上ルート上に、沖ノ島祭祀と、百済の竹馬と祭祀石があるということですね。これが非常に重要です。というのは、この沖ノ島と竹馬と祭祀石は、両方とも古代、この長距離交易の海上安全のために作られた遺跡であること。海岸遺跡であることを、意味するですね。で、ここは瀬戸内海の祭祀遺跡です。だから大阪から出発する場合には、やっぱりこのルートで遡って福岡に来て、福岡から壱岐、対馬で釜山近海、その後に白村港、百済ということになります。はい。ここが先ほどご説明しましたけど、竹馬と祭祀遺跡ですよ。ここですね。一番西の方です。で、ここですけど、周りを見てください。ここが白村港、現在の金港ですね。で、ここが百済の首都、昆虫。で、ここ、次の首都、プヨ。こういうこと。最初は百済の首都はソウルですね。ソウルから昆虫、昆虫からプヨ。こう、移すんですね。それで、この周りの、この遺跡見てください。で、この、竹馬と祭祀遺跡が位置する場所は、和の船が北上する場合は、百済のね、首都を目標に北上する場合、最後の、難所とも言える場所です。
ここを通過すれば、間もなく、この金庫、白村庫の河口にたどり着きます。ここですね。で、ここは特に海が非常に荒いところです。それで、まあ、現在もここに祠がありますけど、そこで、まあ、韓国では無壇というんですけど、そういう、まあ、お祈りを捧げる女性たちがここで祭祀を行っています。で、この三角印ですね、これは後で筑波区と祭祀遺跡と日本との関係について説明するしますけど、その時に登場する和様式の前方後円墳です。これですね。これ。こういう三角印は、当時の和の前方後円墳を真似た。真似た、くだらの前方後円墳です。この話も後で、もうゆっくりさせていただきます。うん、ここですね。ここが、沖ノ島祭祀跡と、まあ、比較される、百済の竹幕と祭祀跡です。これ見てください。この沈幕洞遺跡は、こういう今現在の祭祀用の祠ありますけど、この祠の周辺です。この辺りですね。これが全部祭祀跡で、露天ですよ。この当時の表面、表土からすぐ、何センチぐらい、40センチかな、そのぐらい、すぐ表土直下に祭祀遺物が、こう、たくさん出土しました。したがって、これは、当時のこの絶壁ですね。竹幕島の絶壁の上で行った露天祭祀です。ここですね。で、この祭祀遺跡、があった場所というのはすぐ海の手前の絶壁ですけど、この海というのは和の船が百済の首都があった白村湖、金湖、現在の金湖に、金湖まで航海するときに通るこう道ですね。海の道です。今こう灯台が見てるでしょ。でこういう北上して百済の首都まで行くんですね。で、この海上ルートがこの上、祭祀跡がよく見える、一望できる、そういう場所です。もちろん海からもここがよく見えるんですね。あ、見てください。ここですね。ここが和の船がこう百済の首都を向けて北上する、そういう道です。ここからも、この、祠がある、この場所がよく見えるんですね。で、ここの特徴は、この長い絶壁ですね。これ珍しいですよ、この辺りでは。長い絶壁がずっと続くんですね。うん。で、高い絶壁ですよ。で、その、間、ここに割れ目がありますよ。で、割れ目の下に洞窟があって、だからこの地形的にも遠く見て非常に分かりやすい、現在の灯台のような役割を果たせる、そういう場所です。だからまあ祭祀遺跡としては最適な場所です。また海の方から、船の方、交易船の方からでもここがどこなのかをすぐ分かるんですね。この絶壁によってね。はい。次どうぞ。で、この筑波区と沈幕洞祭祀遺跡は、大体4世紀から出現するんですけど、そのピークは5世紀の後葉から6世紀の前葉です。まあ、その理由は後で説明します。で、この遺跡の評価ですけど、まあ最初はいろんな評価ありましたけど、この遺物によって
この遺跡が百済の王室が関わった、あの王室が関与した国家的な重要な祭祀遺跡であることが分かりました。皆さんね、あのこの遺物よく見てください。この遺物の特徴ですね、これ見てください。わらび手ですね、これがわらび手ですよ。わらび手が両側に2つ、この上にも2つで、この2つのわらび手がここでこうぶつかってますね、2つがこういうこういうこういうタイプですね。非常にで、ここにまだ壺があるでしょ、まあ、こういう土器を普通器台というんですけどね、でこういうまあ筒状の器台、筒型器台と言いますわ、言うんですけど、こういう器台が、あの、竹爆と祭祀石から出土しました。で、これがね、皆さん、これ見てください。同じタイプのものが、他の場所で出土しました。最近ですよ。2015年。ここって、この新しく出土した、この遺物、ですね、これは百済の王宮があった高山城というあの山城です。その中から出土しました。この高山城というところは、百済の、まあ、王様があのそこに住んでたということですけど、その標本が見つかりました。この遺物と一緒に出土した遺物の中には、これ瓦ですね、瓦。屋根のね、屋根にこう、吹く瓦ですね。この瓦に、ハンコがあるんですよ。ハンコが、いろんなハンコがありますけど、この二つのハンコ見てください。これ、わかるでしょ？王という王。王様の王ですね、王。これも王ですよ。王というハンコを押したっていうのは、この屋敷。この瓦があった屋敷は、王がここで政治をした。あるいは王が住んでった。そういう屋敷ですね。それで、この王があった証拠。そういう王が住んでいたという証拠ですね。あの、そういう、こういう証拠と、一緒に出たものが王が住んでいたというその証拠とこれが一緒に出土したということは、この遺物も王が使ったという王室で使った遺物であることを証明するんですね。それでこの遺物が同じタイプのものが竹爆と祭祀遺跡で出土したということは、ここの百済王がここに祭祀遺跡に竹爆と祭祀に供献した、祭祀に備え物として供献したことを意味します。はい、次参ります。その今の話はだいたい6世紀前夜頃ですねの話ですけど、で、百済と倭国がこういうふうに緊密なつながりを持つんですけど、6世紀になると、その以前の段階の話ですね、以前の話をまず説明します。倭の痕跡が竹爆と祭祀石で出現する前の話ですね。これは大阪の野中古墳から出た茅屋系の土器です。もう茅屋の土器ですね。これ見てください。これは日本の土器です。日本の水器というね、土器で。これは茅屋から輸入した土器ですけど、これよく見てください。全然、土器の質が違うでしょ？これは非常に高級品です。先ほど、百済の器台という土器もお見せしましたけど、それも非常に高級品ですけど、これも高級品です。これが大阪の野中古墳から出ました。出土しました。次のページよく見てください。で、これですね。
今、どなた5分から出土した土器は、こういう、これですね。これ。こういうもので、これ見ると。もう、全く同じ土器ですね。これは、最近、近海の大瀬戸5分群から出土しました。この近海の大瀬戸5分群というところは、金管ガヤの横暴があるところです。金管ガヤの横暴があるところですね。ここから、ドナコ古墳と同じものが出土しました。というのは、こういう土器も、やっぱり、横暴級の、あるいは、まあ、当時の貴族層が使った。そういう土器であることを意味します。それが、日本の横暴が集まっている、モズ古市古墳群から出土したということですね。はい。まあ、筑波区と祭祀遺跡に戻りますね。で、私が今、筑波区と祭祀遺跡は5世紀後葉から、もちろん4世紀から始まりますね。祭祀が始まるのは。それは沖ノ島と一緒です。だけど、最初のピークは5世紀の紅葉から6世紀の玄葉と言いましたけど、この5世紀と6世紀の、祭祀の主な祭祀は、くだら様式の祭祀です。で、くだら様式の祭祀っていうのは、これですね。これ見てください。これは、復元模型ですけど、筑波区と祭祀席の、これ露天ですね、絶壁の上で。この人々がここで祭祀を行ってますけど、この大きな紙を見てください。この紙の中に、もう鉄を入れたり、いろんな食べ物を入れたり、あるいは土器を入れたり、いろんなものを入れて祭祀を行ってますね。こういう 大型の壺、あるいは亀に。こういうタイプの祭祀が、くだら様式の祭祀です。このくだら様式の祭祀が主に行われました。5、6世紀の。行われましたけど、ここに混じって、これが出土しました。で、この祭祀用品は、祭祀用具は和様式というんですね。これは、沖ノ島でも、出土しましたけど、一般的には日本の祭祀遺跡、あるいは日本の古墳の中の副葬品として使われたものです。こういうふうに石を削って、鎌、斧、鎧ですね。鎧。これはトースナイフですね。で、曲がたま。で、こういうもの、あるいは円盤。こういうものを、作るんですね。で、これは、日本の採取様式です。これは韓国、中国の採取様式ではありません。で、こういうものが、この、筑波区と最新遺跡の5世紀後葉から6世紀の前葉あたりに一緒に出土しました。この解釈ですね。くだら人がこの和様式の最新用語を使ったのか、あるいは和人が使ったのか、それはもう二つの意見があると思いますよ。で、これはもう私含めて大体のもう研究者はこれは和人が使ったものだということはもうほぼ 100% 言えると思います。でこれを使ったっていうのは単なる和人がくだらの国家的な祭祀席で単なる参加して供え物したのか、あるいはここで和様式の祭祀を特別に行ったのか、どっちかですね。で、私は、この遺物は、ここで和人が、和の使者、商人が、和様式の独特な祭祀をここで行ったと考えています。で、こういう国家的な祭祀場所には、誰でも参加
して誰でも採集を行ったとは言えないですね。ここはやっぱり日本の当時百済の王室に行き来した使者、商人、そのぐらいのレベルの人じゃないと参加できないんですね。で、もちろんその和人がここで採集を、ここで和風の和様式の採集を行うためには百済の王室の許可が必要です。で、そのぐらいに百済と和国の関係は非常に良かったということにを説明します。この鎧とこの円盤をよく見てくださいね。これは後で沖ノ島の説明の時にこれが同じものが出土します。で、これ見てください。穴が開いてますよね。ここにも穴がありますけど、すべて穴がありますよ。それで、この穴が、いわゆる和様式、和風の祭祀に重要な意味を持ってます。ここ、おそらく、紐を通した可能性がありますよ。その紐を通して、まあ、例えば、木の上に飾っておくとかね。今、皆様の、何かこう、願い事を木の上にこう、結ぶ、その、日本の伝統的な、風習ありますよね。で、これを考えると、まあ、大体皆様、想定できると思いますよ。で、おそらく、木の上に飾ってあったのではないかとね、そういうふうに考えてます。で、百済の一般的な祭祀は、こういうふうに亀の中に物を入れる。だから、これはもう、百済の人々が和様式、和風の祭祀を行ったのではありません。これは和人が和風、和様式の祭祀を行った証拠です。はい、じゃあ、ここでまた、ちょっと違う話に入りたいと思いますよ。で、どうして6世紀前夜、で、5世紀後夜。5世紀後葉から6世紀前葉に竺幕と祭祀席でいきなり和人の痕跡が出現するのかって、その背景を探るためにその周辺の遺跡、百済の竺幕との竺幕島は海岸祭祀席だけど内陸の方で日本と当時の和国との関係ある遺跡について説明します。で、この竺幕島祭祀遺跡で和風の和様式の祭祀が行った時代に、果たして内陸でも、百済の内陸でも和国との交流の痕跡があるのかどうかについて、説明させていただきたいです。これを見てください。これは、今、百済の南の方ですね。現在、全羅南道というんですけど、そういう、翌夜に古墳です。翌夜に。で、この古墳は、方形ですね。もう、だいたい30メーターぐらい正方形の古墳ですけど、こういうタイプは、百済中央様式というんですね。百済の中央、当時のソウルですね。5世紀後葉あたり。ソウルの古墳は大体方形です。で、中央、百済中央の古墳を真似て作った地方の古墳ですね。で、この古墳、面白いのは、まあ、石室などは、百済中央の影響を受けてますけど、次のページ、ご覧になってください。ここから出土した土器がこれですね。見てください。もちろん百済土器もありますけど、こういうふうに和風の埴輪、和様式の埴輪が出土しました。で、面白いのは、日本の埴輪っていうのは、大体、こういう下が、ここは、
あの、皆さん、まあ、すぐわかるように、ここに埋め込むタイプではなくて、これは粉球に乗せるタイプですね。乗せるタイプで、これ見てください。テーブルね。テーブル見てください。で、日本の和国の埴輪、円筒埴輪というんですけど、この円筒埴輪というのは、埋め込むタイプです。粉球に埋め込む。で、くだらの場合は、最初出現した和風の和様式の、こういう円筒埴輪は、くだらと同じく埋め込むタイプではなく、これ乗せるタイプですね、粉球に。この理由について説明します。どうして和風、和様式を採用したのに、最初に、5世紀後用に、粉球状にこれを並べるというね、あの、和様式、和風の、そういう墓様式を採用したのに、どうしてこういう乗せるタイプを採用したのかについて説明します。はい。次のページ。これ見てください。これは3世紀の百済のお墓に、お墓の墳丘上に乗せるタイプの、いわゆる日本の埴輪と似通った土器です。で、これはもう完全に百済地域の特徴ですね。で、その、これは3世紀、これはもう4、5世紀のものですけど、まあ一緒です。大体百済的なものっていうのはこういうふうに粉球に乗せるタイプですね。で、日本は違うんですね。日本は、日本の大体5世紀段階のものはもうほとんど埋め込むタイプです。で、先ほど、あの、百済の場合、5世紀後用の場合は、あの、埋め込むタイプじゃなくて、乗せるタイプ。で、それが日本との違い。だけど、え、ちょ前のページに戻りますけど、あ、だけど、乗せるタイプだけど、この形は、日本の埴輪、円筒埴輪を真似したことは間違いないです。これが大事ですね。真似するけど、百済の以前からの伝統は残るということですね。これが、この最初の和風の和様式の埴輪文化が、埴輪文化を採用するときの特徴です。はい。次のページ。はい、次。これ見てください。で、5世紀後用段階ですね。5世紀後用の段階では、あの、主に円筒埴輪を真似しました。模倣しました。百済の、あの、偉い人のお墓で、そういう痕跡が見つかりました。しかし、6世紀前用頃になると、あの、もっと、あの、和国の、墓様式の採用が強化されるんですね。で、6世紀前用になると、今までは墓の形が方形、百済中央様式でしたけど、6世紀前用になると、日本の前方後円墳を採用する偉い人の墓も出現します。主張墓というんですけどね、地方の主張墓の中には、あの、日本の和国の前方後円墳を採用する墓も出現します。これですね。これが6世紀、6世紀の前用の、前方後円墳で、百済の前方後円墳。で、この6世紀前用頃に出現する百済の前方後円墳は約12、3基程度です。うん、で、まあ、12基程度はほぼ確実に、まあ確実と言えるんですね。それで、これ見てください。あの、まあ、だいぶ削られてるんですけど、前方後円墳だということはわかりますね。で、面白いのは、あの、埴輪ですね。ここには埋め込む、墳丘上に埋め込むタイプの埴輪がありました。で、また、埴輪ですけど、日本の場合は、
埴輪がこういうふうに一周するんですね。見てください。こういうふうに。一周するんですけど、この、メイカド五分の場合は、ここ。二箇所ですね。ここ。くびれ部ですね。ここと、反対側のここ。両側。くびれ部のみです。埴輪を埋め込んだのは。で、この、これは非常に重要です。まず、くびれ部に埋め込んだってことは、この古墳が、円墳と方墳の二つの古墳が、隣り合っているタイプではないことを意味します。これは、一つの古墳であることを意味します。これ。繋がってる。で、くびれ部がある古墳っていうのは前方古墳しかないんですよね。で、これは前方古墳。前方後方墳もありますけど、一応、こういう和風の、和様式の古墳であることは証明ですね。ここもそうですけど。だけど、日本の場合は、これが全部一周するんですけど、百済はこういうふうに、部分的に、最小限に抑えるんですね。はい、次のページ。で、こういう、6世紀に入ると、こういうふうに、円筒埴輪も、百済の円筒埴輪も、百済では円筒形土器というんですけど、こういうものも和風、和様式により近いタイプが出現します。これなんか非常に日本風、和国風ですね。和様式に近いんですけど、まあこれはちょっと、これをちょっと真似はしてるんですけど、和国のものを真似してますけど、ちょっと何かおかしいなと思うんですけど、まあ基本的に、まあ相当似てますよね。で、もちろん、もう、まあ、ここ、専門家の皆様はよくご存知だと思うけど、こちらで制作したものです。こちらで、和国の円筒埴輪を真似た、そういうタイプのものですね。で、重要なのは、6世紀に入ると、こういうふうに埋め込むんですね。埋め込む。これは前方後円、これは方墳です。方墳にも、5世紀紅葉タイプには、こういう円筒埴輪を載せたんですけど、墳丘上に。こう、6世紀の初め頃になると、方墳の場合も、こういうふうに埋め込むですね。ここまで埋め込むんですよ。埋め込むタイプが出土します。これも一緒ですよ。こういう埋め込むですね。墳丘で。これは、埋め込む、そういうタイプというのは、くだら的なものではあります。これは、和風。和様式ですね。はい、次どうぞ。見てください。先ほど、方墳ですね。これは有名な新村里九五墳ですね。この方墳、これは百済様式ですね。中央様式と方墳に、この墳丘上に、こういうふうに、円筒埴輪を埋め込んでるんですね。円筒。で、まあ、これは6世紀初めぐらいのものですけど、こういうふうにね、埋め込む。こういうタイプが、主とします。だから、古世紀に紅葉に比べて、より一層和風、和様式の、こう、墓様式、和の墓様式の採用が強化された痕跡が見つかったということです。見つかったということですね。はい、はい。はい、次どうぞ。これ見てください。これは、京都の円墳ですね。丸いお墓ですけど、しぎたに東1号墳というね、丸い円墳です。これは、兵庫の方の、餃子塚古墳という、前方古墳です。こういうふうに、日本の当時の古墳時代の、円筒埴輪って、こういうふうにね、墳丘に埋め込むんですね。これは日本的なものです。和国の、こういう、埴輪の、埋め込むタイプですね。こういうふうに。それで、和国の場合には、これ見てください。こういう墳丘斜面に、吹き石を、吹くんですね。こういう。それで、ここも一緒ですよ、吹き石。で、特に吹き石の傾斜は緩やかです。緩やか。で、吹き石と吹き石の間に、
こう平坦面を向く、平坦面を設けるんですね。こういう平坦面、この平坦面に埴輪を埋め込むんですね。平坦面っていうのはここ階段状になってる、階段状になってるんですね。平坦面があって、ここに埴輪を埋め込む。これが日本的な古墳の作り方、前方古墳の作り方です。はい、次どうぞ。見てください。これが日本の前方古墳ですね。こういうふうに斜面があって、平坦面があって、斜面があって、平坦面、斜面があって、平坦面。これは日本的な、和国のこの伝統的なそういう前方古墳ですね。で、6世紀前後に百済が、百済の地方でね、西南部地域で、和国の前方古墳を採用するんですけど、採用するときに特徴があります。100% 和風、和様式ではなく、形は前方古墳ですけど、こういうふうに斜面の上、墳丘の斜面に平坦面を作る和様式の、和様式は採用されないんですね。形は前方古墳という形は採用するんですけど、細かく斜面まで、この墳丘斜面までは真似しないんですね。これ見てください。これは韓国の新徳古墳ですけど、全羅南道にありますけど、これ見てください。これが、もしかすると、この、こういうあたりに平坦面があったのではないかというそういう古墳ですけど、ご覧のように日本の平坦面とはもう差がありますね。これは、吹き石を、こう、墳壇ですね。吹き石をこう、なんていうかな、気づくために最初にちょっとこう若干掘り込んだタイプで、これはこう日本のこの平坦面とは違います。でまた日本の古墳の場合はこの集合が池みたいになってますよ。これ周りがで、だけど韓国の前方古墳はこういう途切れ途切れになってるんですね。この美女がね、これ集合というんですけど。でこういうものがちょっと日本とは違うんですね。ただ、前方後円墳という形。これは日本のものをそのまま真似したものです。で、細かく見ると差が見つかる。だけど、前方後円墳であることは間違いないということですね。はい、次どうぞ。これも前方後円墳です。やはり、有名なジャラボン古墳ですけど、これは石室はちょっと日本とあんまり似てないんですけどね、石室自体は。だけどこれもやっぱり前方古墳ですね。でこの古墳から出土した円と埴輪をお見せします。はい、次のページ、次の、はい、これですね。非常に面白いでしょ。底部下の方が狭いですよ。とても狭い。で上のは広いですね、うん。こういうタイプは日本にはないですよ。だけど、全体的なこう形を日本、形は日本の円と埴輪を真似たことはもう間違いないですね。だけど、もう理由はわからないんですけどね。わざとこう埋め込むところはこう細く。まあ、こっちの方が楽かもしれませんね。補足をしてますね。で、上は、こう、広い。で、まあ、効果的かもしれないですよ。この上が広いんで、この葬式に集まった人々が、これを見ると、あ、これは和風であるってこと。和様式であることはすぐわかるんですね。うん。で、わざと、こう、上の方を広げた可能性もあります。うん。まあ、和様式であることを強調するためにね、そうしたかもしれません。だけど、全く同じものは日本にはないです。はい、次どうぞ。これは、まあ、百済の円と埴輪の特徴です。これ見てくださいね。これは、有名な百済の竜頭里古墳です。前方古墳ですね。で、これは、石室も非常に九州の石室と似てます。横浜石室と非常に似てますけど、
復帰石見てください。これも復帰石。ただ、復帰石の場合は、石がね、日本の復帰石に比べてちょっと大きいですよ。とても大きくて。うん、また、もう一つ特徴は、傾斜がきついですね。この見てください。本球傾斜。非常にきついですよ。で、集合もやっぱりこちらの特徴ですね。こう、途切れ途切れになってますね。こういうふうにね。うん、で、しかし、前方君を踏んであることは間違いないです。はい、次。どうぞ。で、これが非常に重要ですね。この前方君見てください。この傾斜見てください。日本の先ほど私が餃子塚5分、皆さんね、まあ説明しますけど、こんな傾斜はないですね、日本の場合は。で、生きてるんですね、この復帰石っていうのは。で、ちょっと大きいですよ、日本の復帰石と比べて。で、で、ご覧のように、墳丘上に平坦面を設けないんですね。で、最初、私含めて何人かの日本のね、まあ、著名な考古学者がここを訪れたんですけど、おかしいんだと、どうしてこのテラスというね、平坦面がないのかという。それで我々が当時ね、ここで、もしかすると、ここが削られた、墳丘が、平坦面が削られた可能性がないのかということで、こういうふうにね、復元してみたんです。ここから平坦面を復元したら、こういうふうに復元したら、平坦面の直下が美女の中になります。可能性がないということですね。こう、美女からこういう直角に落ちる墳丘の傾斜はないです。それは不可能です。ここも一緒ですね。この傾斜で、ここに平坦面を設けると、もうそのまま美女に落ちてしまう。だから、結局、先ほどザラボン5分もそうですけど、このビュートリ5分も、墳丘傾斜が非常に厳しい。傾斜が激しい。もう本当にそういう、なんていうかな、急傾斜の古墳であったことがわかります。実は、韓国の前方、百済の前方について、1989年、大阪大学の津田博先生が、この話を、実はもう、すでに、まあ、おっしゃったことがあります。韓国の前方後円墳は、傾斜がきつい。非常に急傾斜を持っているんだと。で、実際掘ってみると、それが当たったということですね。それと、その結果、日本のいわゆるテラスというね、階段状の平坦面を設けない特徴があったということです。で、だから私が一番言いたいのは、百済の前方後円墳は日本の和国の前方後円墳を模倣した。真似したことは間違いない。だけど、その真似というのは、日本のものそのものを正確に真似したものではないということですね。その理由は何でしょうか。で、私がいろいろ考えてみたんですけど、まず、さっき、埴輪の数が少ない理由については、私は、やっぱり、経済力の問題があったと思います。当時の百済は、高句麗に、まあ、ちょっと負けて、ソウルから逃げてきたんですね。昆州にね、広州に。いわゆる遷都、ソウルが陥落されたんですね。ソウルの首都が陥落されて、広州、広州に逃げてきた、遷都したという、その時代ですよ。その直後なんで、経済的に非常に厳しい。この前方後円墳を作る自体もお金が相当かかるんですけど、その墳丘、すべての墳丘に埴輪を回すなんて、とても無理ですね。で、一部だけちょっと回して、我々は、日本との深い関係を持っています。これを、高句麗を含めて周辺諸国に、まあ、なんていうかな、そういうアピールするっていうことですね。うん、我々の、
我々は日本と親しい友達です、これをアピールすることに、前方後円と円と羽が利用されたところですね、うん、相手隣国の墓様式を採用することによって、その葬式に集まった各国からの縄文史、縄文に訪れた人々に見せつけるんですね。我々は日本と非常に親しい関係を、政治関係を持っています。これをアピールしたと考えています。はい、次どうぞ。で、百済が和国の墓様式を採用したこの6世紀の前夜に、また和の祭、和様式の海岸祭祀を竹幕島で許可した、その6世紀に、6世紀の前夜に和国では何が起こったのかをちょっと説明します。和国ではこういう現象が起こってます。見てください。6世紀前夜になると5世紀までの縦穴式石室といって日本の墓様式をやめて、6世紀前夜になると横穴式石室、横に入り口がありますよ。これは縦、上から入り口が、棺桶を入れるんです。これは棺桶が横から入ってきますよ。この百済様式の横穴式石室が6世紀前夜に和国中央から広まります。これは百済の中央様式です。もちろん細かく見ると石がちょっと大きいとか、その差がありますよ。ちょっと、その差はありますけど、これは百済中央のものを真似したことは間違いないです。はい、次の。これですね、これが最近見つかった、ソウル周辺で見つかった百済の横穴式石室。全く同じですね。ただ石の大きさがちょっと違うだけです。こういうものね。これは縦穴に比べてこの入り口があるので、まあ旦那さんと奥さんが両方入れるんですね。家族墓地になれるというんですね。はい、次どうぞ。また6世紀に入ってくる、6世紀前後に入ってくるもう一つの百済文化はこれですね。かまど、プラス、古式ですね。で、食品を蒸すという、百済の食文化。で、かまどとおんどる文化。まあ、現在のおんどるとは違いますけど、百済的なおんどる文化が入ってきます。また、食品を蒸す、古式を利用する、こういう百済の食文化が一緒に入ってきます。はい。それが6世紀に、日本全国に拡散されるんですね。で、この時代に日本と和国と百済を行き来したのはこういう船です。同じ船ですね。これは実物。これは土星の船。これは絵ですね。これは帆船ではありません。よく見るとこれ旗ですね。これ旗。旗がこう、風にね、こう、これ見てください。旗ですね。うん、こういう船で、手で漕ぐ、タイプの、巡航乗船というんですね。こういう船で、百済と和国の間行き来しました。はい。こういうタイプです。これは先ほどは、日本で出土したもので、これは韓国で出土したものです。はい。はい、これは実験航海です。大阪から福岡経由で釜山まで、先ほど日本で出土した絵と土星の船を復元したものです。これを大阪から釜山まで公開する実験公開ですね。はい、はい、これ見てください。これになる、で今船を乗って大阪から福岡経由でまあここの金州府用、あるいはソウルまで行ったと思いますけど、これは、これが純幕島ですね。これは竹幕島、純幕島、竹幕島最終遺跡、これは沖ノ島最終遺跡ですけど、私は
最初から最後まで、あの、和国の船で行った場合もあると思いますけど、あの、だけど、ちょっと安全を考えると、途中で乗り換えもあったと考えて、この乗り換えはここですね、例えば。ここ、玄海灘と釜山、ここ、玄海灘から釜山までは和の船。で、この、釜山から木浦あたりまでは、このあたり、木浦のちょっと手前ですね。ここは、このあたりまでは、あの、カヤの船。すなわち、カヤの領域ではカヤの船。で、くだらの領域では、くだらの船を利用して、あの、乗り換えで行った可能性も高いと考えています。だから両方、直行便もありますけど、カヤの船、くだらの船乗り換えて、だからカヤとくだらの船に、和の使者、また、あの、商人、で、貨物も乗り換えるんですね。で、くだらの中央まで行って、で、物を売って、また新しいものを買って戻ってくるということですね。この当時、日本が売った、あの、そういう商品の中には、あの、今、一つはっきり分かっているのは、あの、木材ですね。高山木という木材です。これは日本の特産ですけど、百済の王室の王、王妃、ある王族がよく、棺桶として使いました。はい、次、どうぞ。あ、これ、ちょっとよく見えないですけど、これは、甲州博物館から撮った写真です。これは棺桶ですよ。これは、あの、船王の棺桶ですね。で、ここが王妃の棺桶。で、この木材ですね。この木材が日本産の和国産の高山木です。で、その船の床面にそれを敷いて、くだらまで運んだということですね。で、帰ってくるときにはもう鉄などね、貴重品をまた積んで帰ってきたということですね。はい。じゃあ、ここで、また沖ノ島に戻りますね。沖ノ島ですよ、ここ。ここから主とした異物を見てください。この円盤状のもの、先ほどは百済の築幕と祭祀石にありましたね。で、ここを見てください。あの、鎧、石製の鎧の、まあ、そういう模造品ですね。石製鎧を小さく真似して作ったもの。こういうものが、ここで出てます。というのは、こういう、和風の和様式の祭祀が沖ノ島でもあったということ。で、竹幕と祭祀遺跡でもあったということですよ。で、ここね、よく見てください。この頂上から、ここがよく一望できるんですね。このルートが、あの、玄海灘ルートです。で、一気に対馬を往復する、いわゆる海のルートがここから一望できるんですね。で、祭祀場所としては最適だったということです。はい。また、ここ重要なのは、壱岐と対馬の間を、間から帰国する船が、あの、漂流したときに、ここにたどり着く可能性高いです。もし、これを逃したら、その後はもう、本州の方に行ってしまうので、生きる可能性はないです。で、ここが命拾いの島になれるんですね。で、私はそういう帰国船の漂流実験があって、漂流した船がこの沖ノ島に漂着して、まあ、貴重品、貴重のね、交易品は、まあ、交易品が助かった。命も助かったということによって、ここが、まあ、結局、あの、神聖な、神宿る、そういう神聖な島になったのではないかと考えています。はい、次どうぞ。あの、皆様、あの、まあ、もう1時間に、約束に1時間になりましたので、もう、あの、最後に、ちょっと、まあ、話したいことは、ご覧のように、沖ノ島祭祀石は、あの、竹幕と祭祀石も同じですけど、まあ、まあ、見た目では単純な祭祀石です。だけど、ここで私言いたいのは、沖ノ島もそうですけど、竹幕と祭祀石も、単純な祭祀石ではないということですね。竹幕と祭祀石のピークは、
5世紀後葉から6世紀の前葉です。これは、高句麗が非常に力をつけて、百済を攻撃した、そういう時期ですね。百済が首都、こう、首都が陥落されて、本州に逃げてくる時期。というのは、その時期に、和人の祭祀も許可したり、で、百済の祭祀も盛大に行ったりしたのは、こういう、した理由は、単純な海上安全ではなく、やっぱり高句麗に対する、こう、牽制であったと。力を合わせて周辺、中国、南朝、あるいは、和国、カヤと力を合わせて、一緒に祭祀を行って考えています。それで、その祭祀というのは、単純な海上安全ではなく、高句麗に対する、例えば、国を守ってくださいという、そういう意味もあったと考えています。この、高句麗との戦うときに、この物資を運ばないといけないですね。戦争物資。その時に、その回路ですね。交易ルートは非常に重要です。で、そこを守りたいと。結局、高句麗を牽制したいという、そういう意志が強かったと。百済も同じですね。やっぱり、カヤが、もう、高句麗にやられて、百済がやられて、その次は、和国だという、そういう意識があったと思います。で、国を守るという、そういう意識が、やっぱり、この盛大な祭祀につながったと。単純な、交易の安全ではなく、国を守りたいという、そういう意志が、この祭祀遺跡から読み取れるのではないかと。それが、沖ノ島祭祀遺跡と、百済の竹幕と祭祀遺跡、もう一つの共通点であります。交易の安全ともに、国の安全を守りたいと、そういう二つの目的があって、ここの両方の国家的な祭祀遺跡が、非常に、こう、大規模に発展したと、私は確認しています。今日はここまでです。皆様、コロナの就職以降、また直接お会いしましょう。その時には、また一緒に、食事したり、お茶でも飲みましょう。じゃあ、ここで、皆さん、失礼します。さよなら、さよなら、さよなら。